赤柱姿勢大化前の標識赤柱界なだ赤柱は香港島南東部の住宅、雇用及び軍事地区である。行政区では南区に属する。香港に入植が始まった時、香港島で最も栄えていた町はここ赤柱と言われている。赤柱はもともとは漁村であった。やがてここに軍事施設や監獄が作られるようになり、と同時に、 風光明媚な場所であることから外国人が多く居を構えるようになった。それゆえ現在では多くの外国人をこの街で見ることができ、海岸沿いに並ぶ商店もそれに合わせて外国人向けの雰囲気のものが多い。赤柱にはビーチがあり、海水浴客で賑わうと同時に観光客向けの商品が売っている赤柱市場がある。それゆえ観光コースの一つとなっている。 赤柱の監獄は、香港では有名なものであり、監獄博物館が監獄の前にある。赤柱は、鉄道がなく、2階建てバスやミニバスの路線が通っている。2階建てバスは中間、チムシアッチ東から、ミニバスは、MTR 芝ン駅から出ている。監獄や、軍事施設がある点で、マイナスのイメージが感じられがちだが、環境が良く。 地中海風の街並みがあるという街の特徴もある。ありがとうございます。